ねえ、私の黄色い T シャツどこ行ったんだろう。なんかなくなっちゃった。せっかく信号機なのに。ねえ、黄色い T シャツまた見つけよう。黄色い T シャツメルカリに売られてたって。誰が売ったのさ。え、本当にメルカリに売られてんの？人のじゃなくて？多分。私の？多分。え？300円でだって。え、すごいな。まあでもいっぱい来たからな。新品じゃないし。あ、嘘？嘘か。いや、嘘に決まってるやろ。なんだろう。やられた。ガチで。意味わかんないだろ。え、だって、いや、盗まれ、それに値下げ交渉されてた。やば。あー。え、もうマジか、もういきなりやられた。でしょでしょ、田中和さん本当にポンコツでしょ。マジか。みんなそんなそんな、でもみんなもそうやって言ってたからさ。うわマジか。今年は絶対騙されないってさっき誓おうと思ったのに。誓う前に騙されたの、ね、そう。そうか。売られてたって言われて不安そうにキョロキョロしてたもん。ポンコツやだって。なんか売られてたらちょっと悲しいなって思ったの。黄色い T シャツメルカリに売られてたって。